キチェ県はグアテマラの県。キチ族の人々が多い。県とはサンタクルスデルキチェである。グアテマラで最も人口の多い県の一つで2002年の総人口は65万5千100人である。大方はマヤの公営で占められる。先住民はほとんどがキチェ語を話すが、ネバフ、チャフル、コツァル地域では、イシル語がウスパンタン地域では、 ウスパンテク語が、サカプラス地域では、サカプルテク語が併用される。北東部のアルタベラパス県との境には、ポコムチゴやケクチゴが存在する。中央高地や、シエラデロスクチュマターネス産地、シエラデチュアクス産地、南西部の火山地帯の産地が総面積の79%、熱帯の低地が同21%を占める。校舎は北部に広がる。 主要河川にサリナス川やモタグア川、ハクルバル川、イシカン川がある。支流のチクソイ川を含めたサリナス川の流域は3668平方キロで、ウスマシンタ川に合流する。支流のリオグランデ川を含めたモタグア川の流域は1042平方キロ。ハクルバル川とイシカン川は県北東部を流れる。故障に、 サンタクルスデル・キチェ氏のレモアコやラ・エスタンシアコ、サンアントニオ・イロテナンゴ市のサンアントニオコが挙げられる。チチカステナンゴの史上、1996年、チチカステナンゴ市外とクマルカフの遺跡が主要な観光地。県内には、クマルカフの他にも、チチカステナンゴ市のパスクアル・アバフ、サンアンドレス・サフカバ橋のサンアンドレスの丘、カニージャ市のロッセリト・ストラ・ラグーナをはじめとする、 戦死時代の史跡がいくつかあるが、ほとんどが祭祀上であった。チチカステナンゴとネバフに地域博物館が置かれている。チチカステナンゴのサント・トマス教会をはじめ、県内のほとんどの町には、植民地時代に建てられたカトリックの教会が残る。チャフルの北方、イシル族の土地にある、ビシスカバ生物圏保護区は、県内唯一の自然保護区である。夏季の21市からなる。 カニージャシチャフルシ、チカマンシチチェシチチカステナンゴシチニケシクネンシホヤバフシ、ネバフシサカプラスシ、パチケシパチャルムシプラヤグランデイシュカンシソニアンドレス、サフカバハシさんはアントニオイロテナンゴシさんバルトロメ、ホコテナンゴシさんフアンコザリルシさんペドロホコピラスシ、サンタクルスデルキチェシウスパンタンシサクアルパシ。ありがとうございます。